鳥の爪ダンソートです。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。本当に励みになってます。当チャンネルではリトルナイトメアに関する数々の考察動画を出してきました。そして先日シリーズとして実況していたリトルナイトメア2本編が無事に完結いたしましたので、今回はそんなリトルナイトメア2で気になった点などを考察していこうと思います。もちろん今回の動画もこれ単体で楽しむことができますが、先にこれまでの考察動画を見ておくとより理解が深まるのでおすすめです。ただ以前の動画は全て発売前に投稿していたものになりますので、この動画では初めて動画を見た人にもなるべく分かりやすくお伝えできるよう一部おさらいなども含みつつ考察していきますね。また考察を重ねてきたことで矛盾する部分なども出てきていますが、そこはあくまでも考察解釈であり、日頃投げかけているのは一つの可能性、つまりは点です。それを結んで線にしていくのはこれを見ているあなた自身でもあります。それぞれの考えや想像を尊重し合い、正解がないエンターテインメントとして楽しんでいただければなと思います。そしてこの動画には当然ながら2のネタバレも含まれますのでご注意ください。さて今回は2の中でも誰もが驚愕したエンディングについて深掘り、自分の解釈と考察をお伝えしていこうと思います。今回のキーワードはループ説と傲慢。まずはじめにリトルナイトメア2の衝撃的なエンディングを目にして誰もが抱く疑問がありました。それはこれはループする物語なのかという点です。結論から言いますと、自分はモノイコールシンマンでひたすらループしているが、あの世界線でのシンマンはモノによって消された、こう解釈していますね。つまりこの悪夢の物語は繰り返すループの物語であり、パラレルワールドが存在する、このように考えています。プレイヤーはその幾千もの物語のほんの一部を遊んでいるという感じでしょうか。モノ、シンマン、シックスの物語もいくつもの世界線、結末があり、ある一定のトリガーによって元の地点にループが起きるといったイメージですね。さらに言うなれば、ワンで出てくる首吊り男もシンマンと同一人物、つまりはモノの未来の結末だというふうに考えています。理由は多岐にわたるのですが、全てをこの動画だけでお伝えすると長くなってしまうので、ポイントを押さえつつ、今回は以下の6つの考察解釈を深掘りお伝えしていければなと思っています。まず1つ目、メインビジュアルに隠された秘密。2つ目、椅子のデザイン。3つ目、公式サイトの説明文。4つ目、シックスはモノがシンマンになるという結末に気づいた。5つ目、テレビに隠された映像。6つ目、シンマンとモノの能力。こちらの6つをお伝えしていこうと思います。まずは軽いところからメインビジュアルに隠された秘密についてお話ししていきましょう。皆さんも一度は目にしたことがあるはずのこちらのメインビジュアル、ループ説を想起させるような仕掛けが2つほど隠されていました。1つは意味深な時計が描かれているということ。本作リトルナイトメア2では時計が重要になるシーンはそれほどなく、強いて言うなら学校に登場していたくらいです。学校を象徴するものを描きたいのであれば、例えばいじめっ子の割れた顔を置いた方がインパクトが出そうなものですし、女性教師が使っていた定規や校庭に置かれていた壊れた三輪車、こんな感じでも良さそうです。しかしこのかなり目立つ位置に時計が置かれています。この世界において時間というものが一つのキーワードになっているからと考えられないでしょうか。またクリアした後だからこそ気づくもう一つの仕掛けが隠されています。それが電波塔の前に立つシンマンの姿がまるで紙袋をかぶったものに似ているという点です。これはまさにメインビジュアルから実は同一人物ですよと伝えているようなものだとは感じられないでしょうか。続いてはデザインつながりで椅子のデザインについて触れていきましょう。モノがラストシーンで座るこちらの玉座のような椅子、実はリトルナイトメア1で登場する首吊り男の近くにある椅子とそっくりなんですよね。これはまさにこのモノとシンマン、そして首吊り男がやはり同一人物だということを意味していそうです。では次に公式サイトの説明文についてもおさらいしていきましょう。まずはモノの説明文。電波塔の発する回電波にねじ曲げられた世界でモノはさまよう。彼が被る薄い紙袋は憎悪に満ちた世界を忘れさせてくれるが、一時的でしかないそれが彼に永遠の休息を与えることは決してない。もう結末を知った人ならうわっと思うような一文がありますよね。彼が被る薄い紙袋は憎悪に満ちた世界を忘れさせてくれるが、
一時的でしかない。それが彼に永遠の休息を与えることは決してない。まさにループを示唆するような一文です。またこの後のチャプターで深掘りをしますが、紙袋をかぶることでモノは何かをごまかしている、隠しているといったような印象も受けますよね。続いて6、見知らぬ世界で目覚めた彼女は非力であった。目を離すとすぐさま闇に飲まれてしまうほどに。しかし彼女がその見た目にそぐわないほどに多くのことを見てきたことを世界はまだ知らない。この説明文は6が繰り返し多くの物語をループして見てきたこと、そして記憶が欠落した状態で再びパラレルワールドの本作で目覚めた、そういったことを示唆しているようにも感じられますね。最後は新マンのっぽ男ですね。放送局から絶え間なく発せられる不快な電波の中、その男は終わりのない旅を続けている。荒廃した世界で影の中を生き、何かを見つけるために。こちらはシンマンがループを繰り返していることと、そのループから脱出する術を探しているようにも感じられます。発売前とクリア後でこのキャラクター説明文にもまた違った印象を受けますよね。これまでの考察動画の中でもお伝えしてきましたが、改めてリトルナイトメアシリーズと7つの滞在との関連についておさらいをしていきましょう。モノはギリシャ語で1を指し、6は数字の6を指しますよね。7つの滞在には数字が当てはめられるのですが、1は傲慢、6は暴食になります。またそれぞれの滞在には悪魔や動物なども当てはめられ、モノの傲慢にあたる悪魔ルシファーの打点するエピソードはまさにあのエンディングを想起させます。そして以前こちらの考察動画の中でもお話ししましたが、6の暴食にはケルベロスを感じる場面が多々あるのですが、こちらについてはまた後日別の動画の中で深掘りをする予定です。このようにリトルナイトメアの世界では7つの滞在が鍵となり、ストーリーが展開されていきます。1では6が空腹に苦しんだように、リトルナイトメア2ではモノの傲慢が鍵となりました。それは冒険に出なければそもそも安全だったかもしれない6を斧まで使って扉を壊し、外へと出し、心の中を土足で踏み込むような傲慢の描写から始まり、6と信頼関係が築けていて2人でいたいと思ってくれてるという勘違いの傲慢、最後まで6は助けてほしいと思っていると考え、大切なオルゴールを壊してまで元に戻そうとする6への執着と傲慢の物語でした。一見すると正義とも普通の行動とも取れるものの選択肢は結果的にプレイヤーに辛い結末を見せてしまいました。実は6はこのモノの中に潜む滞在、つまりは傲慢をしっかりと見抜いているような描写が多々ありました。そちらについてさらに深掘りしていきましょう。6はモノが新マンになるという結末に気づいたという点についてお話ししていきましょう。まずはモノがテレビに引き寄せられ、6がそれを止めるこちらの場面。作中に何度もあるこの場面では、徐々に扉へと近づくモノと、その扉が解放されることで自分の身に危険が迫ると予感しているような6の姿が描かれています。その中でも印象的なのがチャプター3の病院。こちらでは2人が弾き飛ばされた後、6がモノをちらっと見ます。そのリアクションはまるでモノにも恐れているようでした。さながらモノへの疑念が強まった瞬間とでも言えるでしょうか。そして誰もがなぜと思ったこのラストシーン、モノの手を一度は取った6はその手を意図的に離したようにも見えます。自分はやはりこの瞬間に6は帽子をかぶっていないモノの顔を間近で見たことで、モノとシンマンが同一人物だと確信し、その手を自ら離し落としたと考察しています。またこのチャプター5のみモノは帽子をかぶることができません。プレイヤーは必ずこの帽子がない素顔の状態でエンディングを迎えなくちゃいけないというのもデザインされたストーリーなのかなと考えています。まさに終わりのない旅を繰り返すために。新エンディングや前作での暴食シーンからも6の中には2つの人格が存在することが分かっていますが、この2つの人格を表と裏と表現するのであれば、自分はこのモノの手を離すシーンでは表の6だったのではというふうに考察しています。だからこそ一度はモノの手をいつものように持ち上げ、しかしそこでハッとモノの正体に気づき手を離したように感じられました。またこのチャプター5でモノが6の大切なオルゴールを壊したことにより、
心の核がなくなり、もともと消えゆきそうなシックスの存在はより色濃く分断され、完全に表と裏に分かれ、暴食の制御が困難になったのではないでしょうか。裏の人格、すなわちケルベロスの視点に立つなら、もっと自由に動くためにシックスの心の核、つまりはオルゴールを壊す必要がありました。見事その目的を果たしているので、すでに用済みとなったものはどちらにせよ手を離され、テレビの奈落へと落ちていったことでしょう。続いてテレビに隠された秘密について触れていきましょう。こちらは本編実況中にも触れましたが、改めてテレビの映像を止めて確認していくと、モノとシックスが冒険してきた数々のものが映されています。中にはループ説を想起させるような時計の存在や、ラストの展開を予言するような露骨なオルゴールなど、そしてモノとシックス2人が映る映像まであります。まるでそれはテレビの録画機能のように、今まで繰り返してきたループを映し出しているようにも感じられないでしょうか。続いてシンマンとモノの能力という点についてお話ししていきましょう。シンマンとモノは同一人物であることから、同じ能力を持っていると考えられます。それは時間と空間に干渉する能力。シンマンの登場した場面では、その周囲の時間がゆっくりになるような描写があり、また周囲の建物を歪ませるといった空間に影響する力もありました。また前作の首吊り男の周囲にある家具も歪んでおり、やはりこの男がシンマンであると考えられるでしょう。同様にモノはこの世界のテレビに唯一干渉できる存在であり、その周波数を合わせることでたびたびシンマンとコンタクトを取ろうとしているようでした。モノがテレビに吸い寄せられてしまうのは未来の自分、つまりはシンマンからの影響でしょう。シンマンを解放できるのはモノであり、シンマンが解放されることで大好きなシックスを自分の世界に閉じ込めることができます。まさにシックスへの執着、そういった潜在的な意識が幾千ものループの中で備わっており、無意識的にテレビに吸い寄せられたのかなというふうに感じました。またシンマンの扉は開ける際と閉める際で方向が変わっており、こういった細かい演出からも解放と封印を示唆しているようにも感じられます。ループしているものの、作中のものにはシンマンになってからの記憶はなく、未来は自分自身で選んでいっているようにも感じられました。しかし結果としてものは、このプレイヤーが操作していた世界線においても傲慢によってテレビの世界へと落ちてしまい、再びシンマンとなる運命からは逃れることができませんでした。それはまるでテレビの再放送を見ているかのよう、民衆を取り込んだ好奇の目はものの一部となり、シンマンが誕生します。最後にシンマンの能力についてもう少しだけ深掘りしていきましょう。シンマンは時間と空間に干渉できる様子でした。電波塔であった巨大化したシックスは、まさにいびつに成長したシックスの姿と考えられます。心の成長が伴わず、時間だけを進めた結果があの化け物の姿でしょう。また巨大化したシックスが元の小さいシックスに戻る際のオルゴールの音色に自分は違和感を感じたんですが、壊れる寸前の音色を逆再生してみると、実は元のあの曲が再生されるんですよね。公開された PV でもこういった演出がなされていましたが、やはりシンマンの時間への干渉能力を示唆していたと言えるのではないでしょうか。つまりオルゴールを壊して時間の逆流が起きたことで、巨大化したシックスは元の子供の姿へと戻ったと考えられます。モノとシックスの残酷な物語も壊れたオルゴールのように、たまたま歯車が噛み合わなかっただけなのです。そんな2人の歯車は今後幾千ものループで噛み合う時が訪れるのでしょうか。きっと訪れるその時まで、救いのない悪夢の物語は永遠に続くのです。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はリトルナイトメア2のエンディングについて考察してきました。この動画を少しでも楽しんでくれたら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。今回も6にちなんで、この動画の高評価数が666を超えるようでしたら、今後もこういった続報や考察動画等も出したいなと思ってます。活動を応援してくれる方はグッドボタンだけでもしてもらえると非常に嬉しいです。またリトルナイトメア2を皆さんはプレイしましたでしょうか。リトルナイトメアシリーズはホラーゲームが苦手な方でもプレイしやすい、比較的初心者向けのゲームでもあります。
自分自身で悪夢の世界を探索することでまた違った見え方をしてくると思いますので、ぜひ興味のある方は自分の手でプレイしてみてくださいね。詳細は概要欄の方に貼っておきます。またこういった考察動画だけではなく、リトルナイトメアシリーズ全てを実況しています。ベリーリトルナイトメアや漫画アプリなど、ちょっとコアだなっていう内容にも触れていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。今後の考察動画や他のゲーム実況の更新が気になる人は、ぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。